感謝トーマス。特別なプレゼントというお話。ソドー島の機関車たちはみんな大忙しだ。貨車を運んだり観光客を出迎えたり忙しく働いている。その日は特別な友達がやってくることになっていた。観光シーズンを迎え、ヒロが日本から手伝いのために戻ってくるのだ。トーマスとパーシーはブレンダムの港でヒロが来るのを待っていた。ワクワクするね。加湿がボーボー言ってるよ。僕はボイラーがブクブク言ってる。鉄道の英雄が戻ってくるなんて感激だな。久しぶりだな、我が友よ。また会えて嬉しいよ。僕たちもです、ヒロ。彼らは嬉しそうに汽笛を何度も鳴らした。おかえり、鉄道の英雄よ。まずは整備工場に行ってくれないか。ビクターが君の調子を見てくれるだろう。わかりました。私はこれから毎日お役に立ちたいと思っています。その後でナップホード駅に移動してくれんか。そこで待っているよ。わかりました。すぐに行きます。ヒロのためにナップホード駅で歓迎パーティーを開いてあげよう。パーシーは私の妻を乗せて歓迎パーティーに案内してくれ。トーマスは他のみんなにナップホード駅へ急いで集まるよう伝えなさい。そう言うとトップハムハット卿は立ち去った。トーマスとパーシーはますます興奮した。よかったね。ヒロはきっと歓迎パーティーを喜んでくれるよ。そこでプレゼントをあげたらヒロはもっと喜んでくれるだろうね。もちろん喜ぶと思うよ。僕はもう行かなくちゃ。トップハムハット卿の奥様が待ってる。何か特別なプレゼントを見つけないと。よし、島を回ってみんなにパーティーのことを知らせながら探そっと。このソドー島にしかない特別なプレゼントだ。島の端から端まで探すぞ。トーマスにある考えがひらめいた。マッコールさんの農場に行けば何か見つかるかもしれない。トーマスはピストンを動かし、マッコールさんのところへと急いだ。そこではエミリーが藁を集めていた。ヒロが戻ってきたよ。何かプレゼントを探してるんだ。それはいいことね。頑張ってトーマス。興奮していたトーマスはエミリーにパーティーのことを伝え忘れてしまった。プレゼントを探すのに夢中だったのだ。あのナヤはどうかな。ナヤをあげたら喜んでくれるかも。大切なものをしまっておけるからね。だけどちょっと大きすぎるな。このソドー島にしかない特別なプレゼントだ。島の端から端まで探すぞ。トーマスに別のアイデアがひらめいた。よし、石切り場に行けばきっと何かあるはずだ。石切り場にはメイビス、トビー、ジェームス、そしてヘンリーが忙しそうに働いていた。それはすごくいい考えじゃないか、トーマス。興奮していたトーマスはここでもみんなにパーティーのことを伝え忘れてしまった。トーマスは辺りをぐるっと見渡した。でも見えるのは石のスレートだけだった。ソドー島でしか取れないものだ。でもプレゼントするにはちょっと小さすぎるな。他のものを探さなくちゃ。このソドー島にしかない特別なプレゼントだ。島の端から端まで探すぞ。
ヒロへのプレゼントを探してるんだ。何か特別なものがいいんだけど。トーマスは古い鐘を見つけた。鐘ならきっと喜んでくれるな。みんながその音でヒロだとわかるよ。いい考えだね、トーマス。賛成だよ。ところがケビンが鐘を持ち上げるとガランガランうるさい音がした。ああ、これじゃダメだ。音がうるさすぎる。そろそろヒロがナップフォード駅に着く頃だぞ。しまった、大変だ、急がなきゃ。やっぱり興奮していたトーマスはここでもパーティーのことを伝え忘れてしまった。トーマスが大急ぎでナップフォード駅に来るとそこにはヒロしかいなかった。トーマスは慌てた。大変だ、どうしよう。まだ特別なプレゼントを見つけてないし、誰にも歓迎パーティーのこと知らせてないや。このままじゃヒロががっかりしちゃう。やあヒロ。じゃあねヒロ。トーマスはあっという間に駅から走り去っていった。エミリー、ナップフォード駅へ急いで。ヒロのために歓迎パーティーを開くんだ。みんなにも伝えてもらえるかな。トーマス、ヒロへのプレゼントでいい考えが浮かんだんだけど。ピッカピカに輝いているドームなんていいんじゃないかしら。ビクターが持ってると思うわ。だがトーマスはきっぱりと言った。ありがとう。でも今はあまり時間がないんだよ。急いできてね。石切り場にはまだメイビス、トビー、ジェームス、ヘンリーがいた。ヒロの歓迎パーティーがあるから急いでナップフォード駅に行ってくれる？トーマス、ヒロが絶対に喜ぶとっておきの素敵なプレゼントを思いついたんだ。真っ赤に光る新しいランプさ。特別なプレゼントになるよ。だがトーマスはきっぱりと言った。ありがとう。でも今はあまり時間がないんだ。急いでね。ケビン、ヒロの歓迎パーティーがあるからナップフォード駅に急いで。いやトーマス、ケビンと考えたんだがな、ヒロのプレゼントにピカピカのバッファーはどうだい？絶対にヒロは喜んでくれると思いますよ。いい考えでしょボス。あ、違った、トーマス。トーマスはここでもきっぱりと言った。ありがとう。でもあまり時間がないんだよ。とにかく今はみんなに急ぐよう伝えてね。頼んだよ。トーマスはガタゴトとあちこち走って他のみんなにもパーティーのことを伝えて回った。そしてナップフォード駅に戻る頃、トーマスの顔は火が出るくらい真っ赤になっていた。トーマス、どこへ行っていたんだね。ヒロの歓迎パーティーはもうすぐ終わってしまうぞ。すみませんでした。ヒロにあげるプレゼントを探してたんです。ソダートにしかない特別なもの。でも見つけられませんでした。ごめんなさい。ヒロは微笑んだ。トーマス、我が友よ、そんなものは必要ない。私へのプレゼントは揃ってるじゃないか。みんなが友達でいてくれることが素晴らしいプレゼントだ。私にとっては祖道島で一番のプレゼントだよ。他にはない特別な目。それを聞いてトーマスは笑顔になった。そしてヒロの言う通りだと思った。他のみんなも同じ気持ちだった。特別なプレゼントというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。